あいつらが力の絶対進行を歌ってるくせに弱えやつボコってダセえから。あいつより強いってことか。ダメだ。よう、もじゃもじゃ。自分の顔どうやって見るんだ。なんだ、彼女って別にお前のために。うっせえ。お前が。やばい。全然驚いてませんね。まあ、一回やったしな。俺が相手なら死にたくなるね。グリーンに来た。怖いのに、自分が強いと勘違いしてるやつは。風林高校、さくらはるかだ。え？俺？別にお前を助けたわけじゃねえし。なんでこんなに馴れ馴れしいんだよ。普通ビビるだろ。目の前で男5人ボコボコにしたやつだぞ。それに、あれ？食べないの？うまっ。俺はそこでてっぺん取る。ちげえし、これはあれだ。変わったなりしてんね。片側だけ色が違う。カラコンでも染めてるんでもないんでしょ。あ、何かも引っ越してきたばっかだよ。光りました、ありがとうって。それにこの辺で有名な不良校の制服だぞ。頼らなきゃ勝てねえほど俺は弱くねえ。こっちが正しい。これが普通の反応だ。他者からはいつも拒否。これが俺なんだよ。一番強ければ。あんちゃんもすごかったな。喧嘩に勝つくれ、俺にだってできんだよ。本当に俺、何やってんだ。何がしたいんだ。勝手なこと言ってんだ。俺は誰も必要じゃないし、誰とも関わらない。じゃあなんで。嫌われ者が街の英雄になる物語だ。